じゃがいもです。はい、前回は芽かきをしたところでした。これから1ヶ月弱経って、はい、こうなりました。順調に結構伸びてます。そうですね、だいぶ草丈が高くなって、で花もつぼみができたり咲いたりしています。はい、見てみましょう。じゃがいもは品種によって花の色合いとか色の出方が違ってたりしますけど、これはグランドペチカです。で紫色です。あ、紫色ね。でこれが初めて栽培するトカチコガネですね。はい、トカチコガネは、はい、こんな白いお花が、白い花だったんですね、咲くようです。はい、こちらがアンデスレッドですね。はいはい、はい、アンデスレッド、はい、暖色はこんなお花です。でじゃがいもの花は、まあ、切った方がいいって言って取る人もいますけど、サコが咲きまいが、まあ、収穫量に大差がないというデータも見ましたので、私たちはもうこのままじゃがいもってこんな花なんだなって言ってね、綺麗だなって言って毎回そうですね、あの放置というかほったらかしですね、そう鑑賞するだけにしています。はい、ただじゃがいものつぼみができたり花が咲き始めたら、近部では本格的に芋ができ始める時期と言われていますので、このタイミングで追肥、そして大事な土寄せをしておこうと思います。はい、あと草丈が高くなってくると、まあ、茎葉が広がって倒れがちになります。まあ、別にそのままでもいいんですけど、まあ、一般的に野菜は茎が上に向いてる方が成長がいいと言われていますので、まあ、両サイドに支柱を組んで支えておこうかなと思っています。まあ、一旦茎が倒れてね、日数が経つともう倒れた状態で固まってしまってもう戻せなくなるので、まあ、今のうちに早めにやっておこうと思います。はい、それでは追肥をしておきます。はい、長岡優輝最近言いたがりですはい、畝方あたりに、巻いていきます。使っている肥料は今言ったように、元肥で使ったものと同じですけど、長岡有機5号という有機化成肥料をいつも使っています。はい、こんな感じで、はい、畝方あたりにね、はい、パラパラパラと巻いています。はい、はい、一周しました。大きゅうなれ、はい、大きゅうなれ、大きゅうなれ始まりました追肥ができたら次は大事な土寄せをします。で土寄せは株元に土を増やすことによって、まあ、芋がたくさんできるようにしたり、また日が当たって芋が緑色になってしまうと、まあ、食べられない芋になってしまいますので、それを防ぐために土をかぶせたりするっていう、まあ、役割もありますが、土寄せで意外と知られていない気をつけるべきポイントとしては、まあ、ジャガイモはストロンと呼ばれる地下の茎の先にでんぷんがたまって芋になってくるんですが、そのストロンの先がちゃんと埋まっていないとストロンの先は芋にならずに葉っぱになってしまいます。それがわかる映像がありますので、まずはこちらをご覧ください。あ、ちょっと待って、面白いじゃない。ストロンの先に、こういう感じででんぷんがたまって、じゃがいもができてきています。うん、ほんまやね、ストロンの手前にさらにストロンがついてて芋があるっていう感じになってますねこういうこう土の中でしか普通こう入ってて見えないものが見えてるっていうのは面白いよね。そうですね白いのがこれがストロンだったんですけど、ストロンの先に、太陽が当たると芋にならずに葉っぱになってしまうっていうのはこういうことです。今のやつをちょっと土をのけてみました。この株からこう来てまして、で先が太陽に当たって芋にならずに葉っぱになってて、でストロンからさらに小さいストロンが出てて、ここもそうですね。でこの手前の先からはこれ芋になってますね。見える？見える。うん、これは芋になってます。
というわけでストロンの先が地表に飛び出してしまうと、せっかくストロンができても芋になりませんので、ストロンの先が地面から出ないようにしっかりと土をかぶせておくことが大事です。それでは土寄せをしていきます。はい、出とるこれ思いっきり出てます突き出とるこういう感じですよ、ね、見えます見えますよ、ほら先が膨らんできるでしょ、チュッパチャップスです、はい、入れといてあげてください。こんな感じで、はいはい、ですね、これもそうです。それはもうストローの先がもうちぎれとる、ちぎれてんの、はい、もう埋めときましょう。あんな感じでこう出てくるわけです。そう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 、もうあの気をつけとかないとビュンと飛び出してくるんでね。そうですね。じゃあ行きますね。はい、はい、最後はもう手にでバッサバッサかけておきます。はい、はい、土寄せ前はこんな感じでしたが、これに株元にしっかり土をかぶせて、はい、こうなりました。だいぶいけたね。もういけたね、うん、はい、だいぶしっかり土をかぶせれたと思います、はい、まあでも雨風あるんで、うん、ガイドみたいな、そうやね、支柱でね、あった方がいいですね、うん、はい、それでは支柱で支えたいと思います。 やりますか。はい、はいはい、まずは100均の120センチの長さの支柱を四方に打ち込みました。横に支柱を組んでいきます。はい、こんな感じで横にも支柱を組んで支えておきました。綺麗にできたね自画自賛、うん、この時点が一番綺麗そうやね、横は210センチの、うん、支柱を2本つなぎまして、ゴ結びでね、見ますか、はい、こんな感じで横の方支柱は210センチの支柱をゴ結びで、連結させまして、でここはね縦の支柱とこれもゴ結びで、はい、まあ、ずれない程度に、そうだね、はい、もうゴ結びはねもうおなじみですけど、引っかかりがついたしっかりしたゴムですけど、はい、これをバツ印にね斜めに引っ掛けて、でこっち側も同じように斜めに伸ばしてで引っ掛けるっていうやつですね。そうですね、当分はこれでいけると思うんですけど、もう少し草丈が高くなってきたらもう一段増やして2段にするかもしれないです。そうですね、はい、じゃがいもの害虫対策をします。はい、じゃがいもの害虫は主にはアブラムシとそしてテントウムシダマシなんですけど、何も対処しないとじゃがいももアブラムシがもうたくさん来ます。でアブラムシが来るとウイルス病のモザイク病にかかって、でモザイク病っていうのは、まあ、6月ぐらいにじゃがいもは収穫時期になるんですけど、それより収穫時期よりもっと早いタイミングで、黒い斑点ができたり、黄色くなって枯れたり、もうその株だけもう全然育たなくて小さいままだったりとかっていうようなことになってきます。まあ、あの収穫時期になってくると、まあ、黒い斑点ができたり黄色く枯れたりするのも普通のことなんですけど、早いうちにそういう症状が出たらモザイク病っていう可能性がありますので、まあ、モザイク病になったやつはもうほぼ助かりませんので、もう抜かないといけなくなるんですけど、そういったことにならないように、栽培初期からニームオイルをスプレーしておきます。週に1回ぐらい、ずっと継続してやればアブラムシは来ることはないので、これをやっておきます。でニームなんですけど、まあ、私たちが使っているのは原液を1000倍に薄めてで使うので、まあ、1リッターぐらいの希釈液を、まあ、ネット販売のみですけど送料を入れても30円ぐらいでできるので、まあ、バシャバシャ使えるんですけど、まあ、そしてあの私たちのやつはもういつも言ってるようにハーブのレモングラスを配合してくれてるので、私たちのやつはもう全く臭くはないんですけど、それを週に1回ぐらいスプレーしておきます。でスプレーの仕方ですけど、あのよくねあのファーってこうやってやって、あのやってるのに効かないとかっていう方いらっしゃるんですけど、よくよく聞いたり、まあ、見たりすると こうやってやってるのに全然効かないっていう方がいらっしゃいます。もうこんなのではやり方がちょっと甘いというか、しっかり葉っぱの
裏側ね、葉っぱの裏側にこうやってかけないとダメです。葉っぱの裏側にしっかりスプレーしていきます。で、この時にアブラムシとテントウムシダマシの対策同時にできますので、ニームを葉の裏にかける時に必ず葉の裏を見て、で、テントウムシダマシがいないか、そしてテントウムシダマシの卵がいないかっていうのをチェックしておく必要があります。で、テントウムシダマシがどういったもので、テントウムシダマシの卵がどういったものかっていうのは、まずはこちらの映像をご覧ください。あ、これあれやね、これはテントウムシダマシですね。歯の表面をきれいに薄くかじっていますね。これはあ、おるやんおるやん、そうそうそう、これがこれがテントウムシダマシ、二重や星テントウですね。で、これがあの、まあのけますけど、これがあの卵を産みつけるらしいんですね、ジャガイモに。で、ジャガイモであのかなり増えたら、あのそれを今度はナスの葉っぱの食害の方にあの生まれたやつが向かうということなので、ジャガイモの近くにナスは植えない方がいいとよく言われますね。ナナホシテントウムシ、普通の、あ、普通のテントウムシだね、うん、これとだいぶ、あ、そうだね、ちょうどいいじゃない。はい、これが普通のテントウムシで、はい、これが、うん、あの甲羅にあのツヤがあるのが普通のテントウムシで、テントウムシダマシは表面にちょっと産毛みたいなのがあって、ツヤのないのが、これが二重や星テントウで、テントウムシダマシ、うん、これは葉っぱをかじるので害虫になります。飛ばんねテントウムシ今飛んで逃げた、うん、夏いとん違うまあ今ここ葉っぱ表面の薄皮をねかじるんですけど、まあこういうのが見つかったら、この歯の裏とかを見て卵を産みつけられてないかっていうチェックはした方がいいとは思います。その近辺とかね。私今ちょっと虫の卵をやりながら見つけてしまった。これ映る、うん、これこれ、ああ黄色いやつ、うんうん、これがね、はい、あのテントウムシダマシの卵だと思うんですよ。これをのけないとダメ。葉っぱごと。そうそうそう。これが、テントウムシダマシの卵です、うん。こういう黄色い、あのまあ綺麗な言い方すると黄色い真珠が、はい、並んでるようなやつを見つけたら、これ絶対取っとかないと、あのすごく増えるんで、でここでジャガイモで増えたやつがナスの方に行きますから。これを見つけたら必ず取り除いておいた方がいいと思います。まあいつもそうだけど虫は大量やね。そうそうそう、これね、うん、はい、今年も先日ニームをしてる時にこう葉っぱをめくったら一匹テントウムシダマシがいたので、まあ、その近辺の葉っぱを調べたらやはり、卵が産みつけられていました。で、テントウムシダマシの卵っていうのは映像でご覧いただいたように黄色くてすごく目立つので、パッと見たらもうすぐ分かると思いますから、そういったのを見つけると葉っぱごとちぎって、処分するようにします。で、ジャガイモのテントウムシダマシの卵チェックを怠ってしまうと、もうそれが孵化したらもう爆増しますので、で、ここで、テントウムシダマシの卵が孵化したやつが今度はナスの葉っぱの食害に、ジャガイモが終わったらね、そっちに向かうようですので、ジャガイモの近くにあまりナスは栽培しない方がいいとは言われてますけど、もうやむを得ず家庭菜園の場合は近くで栽培しないといけないということはあると思いますので、そういった場合はもう特にこまめに葉の裏に黄色い卵が産みつけられていないかっていうのをチェックした方がいいと思います。はい、今回は
追肥と土寄せ、そして支柱で支えたり、であとは害虫対策をしました。ニームスプレーはもうこの先も週1回ぐらいは続けていこうと思っています。追肥もあと収穫までもう1回ぐらいと、土寄せは適宜増やしていこうかなと思っています。私たちの懸念材料はもうオケラですよね。もう昨日もこの近くで1匹出ましたの で、 そうです、ね、おそらく今回もオケラにかなりかじられてるんじゃないかなという気はしますけど、まあ無事を祈ってやっていこうと思います。今日もご覧いただきましてありがとうございました。 また動画見てくださいね。あんまりかじられませんように。本当にね、祈っておきましょう。チャンネル登録お願いします。